ブリジストンカンツリークラブは佐賀県鳥栖市にあるゴルフ場である。1926年、旧鉄の大募駅に、ほど近くに福岡ゴルフクラブ、大募ゴルフ場閉鎖、設計、川崎保が開場された。その発起人に株式会社、ブリジストンの創業者、石橋章二郎がいた。石橋は、ゴルフは絶対普及すると考えていた。クルメの制限。 寺山のブリジストンの社宅には3ホールのゴルフ、練習コースを作って練習していた。戦後、1950年、製造したゴルフボールのテスト場として、工場近くの筑後川の河川敷に目をつけ、使用許可を受け、社員動員で6ホールのゴルフ場を作った、大いに賑にわった。このコースは現在でも、筑後川リバーサイドスポーツセンター、マメツゴルフ場として残っている。 同じ頃、都市の旭山の麓のブリジストン工場に、社員が作ったミニゴルフ場があった。石橋はそれを見て、社員に何か楽しみを与えないと、と、リバーサイドに本格的なゴルフ場を作る決心をしたのが始まり。1956年2月、コース設計は、ブリジストン顧問であり、福岡ゴルフクラブ、大久保ゴルフ場出身の三好特工に依頼し、 造成工事が着工された。翌1957年9月23日、9ホールのゴルフ場が完成し、開場された。その後、地域活性化目的との都市の要請で、9ホールの造成工事が着工され、1965年9月23日、9ホールが完成し、18ホールのゴルフ場が完成された。郵便番号のゼロゼロ七2佐賀県栖市。 村田町朝日986番地、ありがとうございます。